イリッシュとエンジンは C で書かれたオープンソースの3次元ゲームエンジン。公式にも Windows、Max、Linux、Windows CE とクロスプラットフォームで動作し、そのオープンな性質から Xbox や PlayStation Portable、s ン i b i a n OS、iPhone、Google Native クライアントにも移植されている。イリッシュとはオブジェクトが小さく各種ハードウェアへの移植性。 互換性が高く、学習が容易で、コミュニティが活発である。非公式の各種言語バインディングにより、ネット、Java、Parl、Ruby、Python、FreeBicycle、Lua、Delphi、C、Bilder、a u t o ゲームメーカーなどに対応している。イリッシュとの開発は2003年にニコラス・ゲイプハートが、たった一人で始めた。2006年に1.0をリリースすると、 開発チームは10人となった。イリッシュとは、オパングル、ダークテックス8及び9、内部のソフトウェア,アラスタライザー経由での3次元グラフィックスのレンダリングをサポートしている。外部レンダラーやウィンドウシステムは単純なインターフェースでプラグインでき、それによって SDL、iPhone、シンビアン OS への対応がコミュニティでなされた。エンジンには、 標準的なマテリアルレンダラーのライブラリーが付属しており、ユーザーのハードウェアが処理できない高度な技法を使っている場合に代替マテリアルを提供できる。新たなマテリアルは実行時にエンジンに追加でき、ユーザー独自のマテリアルを好きなように追加可能である。従来からの固定機能パイプラインのマテリアルに加え、プログラマブルなピクセルシェーダーとバーテックスシェーダー。 ARB フラグメント、バーテックスプログラム、HLSL、CG および GLSL マテリアルをサポートしている。イリッシュとでのピクセル単位証明、イリッシュとは豊富なファイルフォーマットをサポートしている。3DS Max のファイル、Quake2MD にモデル、Maya、a ジオブジェクト、Quake3BSP マップ、MilkShape3D のオブジェクト、DarkTex の、 X ファイルなどをロードし表示できる。さらなる 3D フォーマットは外部プラグインでサポートしている。照明、カメラ、3D オブジェクトは新ノーズと呼ばれる機構像として汎用アニメータで管理されるか、ノードが相互に管理するか、ユーザーが手動で操作する。組み込みの各種ノード型があり、それら、組み込みのノード型としては、 屋外シーン描画用の地形レンダラーや天球、屋内シーン描画用の BSP、骨格ベースのアニメーション用メッシュ、ステンシルシャドウ、ビルボードシステムやパーティクルシステム、水面などがある。スキンを設定可能なにダギーがあり、ユーザーは実行時に独自のウィジェットをプラグインして使うことができる。イリッシュとのイベントシステムは、マウス、キーボード、ジョイスティック、 GUI イベントなどを直接扱うことができ、別のライブラリーを必要としない。ファイルシステムアクセスはプラットフォームに依存しないよう、ファイルとホルダに抽象化されていて、ZIP アーカイブ内のファイルにも、透過的にアクセスできる。その他の入出力関連機能としては、XML の読み書き、スクリーンショットを撮る機能、画像やメッシュの操作機能、各種ファイルフォーマットでのセーブ機能がある。 イリッシュとは単純な衝突検出機能をサポートしているが完全な物理演算エンジンの代替として利用することは推奨されていない。そのオープン性から多くのプログラマや開発者がイリッシュと用ワールドエディタを開発している。イリッシュとには現在のシーンを XML ファイルとしてロード、セーブする機能がある。作者であるニコラスゲイプハートの会社アンビエラが開発した。 ワールドエディタとして、イレデットがある。まだ初期のベータ版ながら、イレデットには強力なラジオシテライトマップ生成器と、スクイレルスクリプトを使ったインターフェースがあり、イリッシュとを強力にサポートする。他にもソーレな 3D ワールドエディターなどが開発中である。イリッシュとは、音声をサポートしていないため、アンビエラは、イリッシュとと連携して使用する、音声ライブラリーイクロングも開発している。 イクロング対応の DLL をイレデットで使うことができ、同等の音声をイレデットでもサポートできる。他にもアンビエラはイリッシュとの XML パーサイクスマルも開発している。その他の拡張は関連するコミュニティのサイトなどにある。ありがとうございます。